東京ディズニーリゾートお正月限定のスペシャルイベント開幕。東京ディズニーリゾートでは1日お正月期間限定のスペシャルイベントが両パークでスタートしました。風もなく天気にも恵まれた東京ディズニーランドでは、和服姿のミッキーマウスたちがパレードルートに登場。集まったたくさんのゲストの皆さんに挨拶していました。東京ディズニーランドのパレードルートでは、ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの仲間たちが和服を着て登場しました。ゲストの皆さんと一緒に新年をお祝いするニューイヤーズグリーティングを公演。いつも仲良しのチップとデールは歩いてパレードに参加です。同スペシャルイベント期間中は、東京ディズニーシーでもメディテレーニアンハーバーでニューイヤーズグリーティングを公演します。また東京ディズニーランドではワールドバザールの入り口に門松が登場しました。この時期だけのデコレーションなので大人気です。東京ディズニーシーではミラコスタ通りの入り口に門松が登場しています。ミッキーマウスとミニーマウスや2023年の干支のうにちなみキャラクターがデザインされた楽しい門松となっています。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2023年1月1日日曜日、1月16日月曜日までの間、お正月限定のスペシャルイベントを開催します。期間が短いので、機会があればぜひ訪れてみてください。新年の気分に浸れること間違いなしです。